どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。セリオンズデッキ製造工場長のリュウです。さあ本日なんですが、立花セリオンというねデッキご紹介していこうと思っております。散々パラ言ってるように、セリオンズっていうのは機械族と植物族とは相性がいいという話をね、一生してるんですけども、植物族テーマまあいろいろあるわけですよ。で、僕植物族テーマ何が一番好きかっていうと ね多分ね、立花が一番好きなんですよね。なんでかっていうと、なんかエッチだからで今回はこのなんかエッチな、テーマであるこの立花を、まあ、セリオンと混ぜて使っていく感じの、デッキとなっておりましてですね、これね、あの立花って結構あの墓地に植物族溜まるんで、まあ、そもそもセリオンと結構相性いいんですよね。で、しかも展開力そこそこあって、このドロップとか、それからまあこのボタンとかでバンバンそのなんか前に出ていったり、墓地に植物を送ったり、手札からモンスター出したり、いろいろできるんですよ。だからこの効果を使って、例えばまあエースモンスターであるティアードロップとかね、それからまあこのストレナエちゃんにぶっかけて、でストレナエちゃんの効果でなんかあのアルセイ出したり、それからハイペルゾン出したりっていう動きができるんで、あ、これリリースされるとなんかエクストラデッキからなんかエクシーズモンスターをなんかインチキエクシーズ召喚できるっていう効果がある、んで、まあ、これをねあの使って、まあ、ポンポンって出していく感じになりますね。で、立花はね多分ねそろそろまた強化来ると思うんですけど、今の現状だとちょっとまだいくつかね来てない最強のフィールド魔法と最強の火器モンスターが来てなくて、まあ、その辺がちょっと来てくれたらまたもうちょっと面白くなるかなと思うんですが、まあ、今現状マスター出れたらこんな感じです。はい。で、今回まあ、あの立花の展開以外にパラレクシードを言いまして、これパラレクシードって結構ねあの植物族カキモンスターパッて出して、でサーボロンドレスパッて出したらあの出せるんですけど、パラレクシードさんレベル42体になるんでストレナイ出せるんですよ。でストレナイリリースするとエクシーズモンスター増えるんで、あの結構相性がいいなと思ってここ入れましたね。はい。であとはまあセリオンズのギミックとリッカのギミックをあの並行して入れていて、ローファイブロッサムが入ってるみたいな感じですね。はい。で植物族の、まあ、相棒である、光のジュネレードマルデルも入ってまして、まあ、この辺のモンスターを、まあ、うまいこと使って、まあ、展開していくっていう感じですね。はい。結構展開力には優れてるんで、使ってみたら分かるんですけど、かなり面白いです。はい。まあもうちょっと強くなるんで、強化カード来るまではちょっとお預けなんですけども、まあ、これでも結構十分ね、なんか割と楽しいデッキになったんで、よかったら使ってみてください。まあ、そこまで高くもないですよね。そうでもないこれね、はい、これね、はい、デュエル3倍。さあ、ついに解禁されました。立花セリオンズデック、やっていきましょう。アルギロスシステム、あ、これ、あん、これセリオンズアクセスできなくね。まあ、いっか。立花星プリム召喚、1体でリンクが一応強いか。これサンアバロンドリアス、謎のリンクモンスターをリンク召喚し、ティグだからパラレルエクシードのモンスター効果を発動。なんもない、オッケー。で、パラレルエクシード、アンパラレルエクシード、レベル42体供給できるのが強くて入れてるんですけどね。はい。結構簡単に展開なんかね、盤面にねあのバンバン並べていくの結構大変なんですよ、立花って。まあ、あのね新規モンスターがねもうちょっとで多分来ると思うんだけど、まあ、それが来たら結構やばいこと起きるわ。で、立花星ボタンの効果を発動。立花星ストレナーをリリースし、自身を特殊召喚、そしてストレナーの効果を、チェーン2にすることにより裏らをケアしていく際、まあったるって言ったんです。立花星ストレナーの効果を発動。で、ストレナーをリリースされると自分をエクシーズサインしながらエクストラデッキからなんかエクシーズモンスターをインチキ召喚できるという効果。さすがにハイペルトンが一番強いだろうな。はっ、効果発動して、効果発動を無効にする。ハイペルトンは相手ターンだったら、で絢爛で、絢爛発動、絢爛効果でモンスターをリリース。このなんか謎のこのリンクモンスターもいらないんで、でスノードロップちゃんと、そしてセリオンズリリーボレアを手段に配っていく。そして墓地には植物とか存在するため、リリーボレアの効果を発動。植物を装備しながら特殊召喚、これがめちゃくちゃに相性がいいんですよね。まあ結構植物族でたまりますんで、立花もね。なんでまあリリーボレアを簡単に出していけるというのはとてもいいところ。これ先になんかあのキングレグラスとかを縦に行って、そこで妨害もらってから立花展開するとかもできますから、はい。まあ、なかなかの相性となっておりますね。
で、ここで、まあ、さすがにリング。で、リング発動。まあ、レギュラス持ってくるのが一番強そうだな。さすがに。で、魔法カードあるから、こう、吸収しよう。ハイペルトンの効果を発動。ハイペルトンの効果により、ディッカ・ケンラーを素材にし、このモンスターは素材になっている種類のカードを無効にできるんですよ。だから、今、魔法カードとモンスターを無効にできるんで、これかなり強いです。はい。離れつつ、で、セリオンズ・キング・レギュラスを手札に加えていく。そして、セリオンズ・キング・レギュラスの効果を発動。まだ植物特殊バレついてないんで、自分の墓地に存在するセリオンズを装備しながら特殊召喚できる。で、これで効果無効が1回。なんでも効果無効ね。かっけえ。そして一回使っといた方がいいか。これ次の初動になるからな。これリング送っといてんじゃないか。リング送って次のアルギロシステムで回収できるようにしといてんじゃん。これそれが一番強そうだな。そして満を持して自分のフィールド上の植物コモンスターをリリースし、リッカー星エリカちゃんとスノードロップちゃんが特殊召喚できちゃう。そしてスノードロップの効果を発動。レベルを8に合わせる。プルイン。そしてレベル8の植物特モンスター2体でオーバーレイエクシーズ召喚。現れよリッカー星ティアードロップ。美しい。さあ終了。妨害しすぎには結構強いです。これあのティアードロップで相手のモンスターをリリースするっていこうか。でキングレギュラスで無効とハイペルトンで、2回無効、あ2回2種類無効どっちでも、魔法カードかモンスター効果だから、まあ無効2回にリリース1回みたいな感じですね。強欲で謙虚なツボ。なんだこれは鳥か害鳥か。あサンダーボルト。やめとけ。やぶねよかった。いてよかったわハイペルトン君。ハイペルトン君いなかったら死んでたわ。サンダーボルト死んでもねえか。レギュラー追加言うから。でペルトンの効果、相手が発動した魔法カードの効果を無効にすることができる。よし、まだ無効は1回残っているぞ。好きなしょひもいカードを使ってくんな。これなんかあれだな、マジで害鳥だな多分な。害鳥ちゃんちょっと厳しいんですけど、これちょっと月の書はさすがに無効にせざるを得ない。月の書は無効にせざるを得ない。でセリオンズリリボレアを起こすと、勘弁してくれよ。そんなになんか貫通札持ってんのやめろ。やめとけバカタレが。まだリリースあるな。不安だりするじゃん。でもあんまリリース効かなそうだな。うわあ。お前ふざけんなよ。ふざけんな、マジでふざけんな。あー無にきした全部。あシャドウディストピア、なるほど。アフリマ、あ、でもあんま強くねえな。その盤面はあんま強くねえわ。ドローすることしかいけないもんな。あーそれはあんま強くねえわ。あなるほどな、なるほど。じゃあなんとかなるか。ローファイブラストも来た。これ一応さっき落としといたんで、無人機関アルギロシステムの効果を発動。さすがにレギュラス回収してレギュラスで効果無効を立ててからサーチを入れることにしよう。いけ。セリオンズキングレギュラスの効果リリーボレアを装備しながら特殊召喚はっ。そして8000削りきれんじゃねえかな頑張れば。レギュラス効果発動。これはね、こうですね。で、こうですね。で、こうですね。で、手札に加えましょう。からの、こうですね。で、こうですね。無限に特殊召喚していくぞ。で、ドリアス。からの、これ3ボル、2発撃たれてますからね、僕。3ボル付きの書3ボル撃たれてますからね。はい。こんだけ回復できるのすごくないですか。ローファイアブロスタム効果。自身をリリースして、デッキから植物属モンスターを特殊召喚できる。こ
これさすがにね、あの一平ですね。で、エリカちゃんの効果リリースされたんで墓地から特殊召喚できますよ。で、一平効果これ発動するともう植物しか出せなくなっちゃうんですけど、立花生ボタンを手札に加えていく。で、ボタン効果発動。え、これまだ俺スノードロップデッキで1枚あるよな。はい。で、効果で立花の魔法トラップカードを手札に加えていく。で、絢爛効果発動で、モンスターをリリースする。当たり前にリリースできるのはお前のデッキだけじゃないんだぜっていうねリリース対決と言ってもいい。これはこの盤面、この盤面っていうかこの対面。オッケーオッケーオッケー。そして、スノードロップの効果エリカをリリース。現れろリリーボリア。さらにスノードロップレベル8のモンスターが2体でオーバーレイ。エクシス召喚現れろ立花生ティアードロップ。リリースできるのはお前だけじゃないんだよ。うおー、残り60分知るか。シェーピョーシダテンアップダリーうるせえ黙れ。セリオンズキングレギュラスの効果、相手の発動したモンスターの効果を無効にしていく。これ打点足りてる28、3000、2400。足りてんな、さすがに足りている。っていうかあれか、これ上がんなかった、上がんなくても足りてるわ。バトルゴーゴー。対戦ありがとうございました。強え。あとティアードロップ結構エッチ。おー、まあ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 、ローンファイアーブロッサムあるから割となんとかなりそうではあるけど、誘発1個もないから相手の展開は全く止められない。プラネットパスファインダー、おーやばい、レギュラスかこれ。うわー、セリオンズミラー来た。なんか全然セリオンズ当たんないから嬉しいわ。でもみんな残機サーキャンの話しかしなくて、セリオンズガチで流行ってないからビビるぐらい使ってないから誰も。なんでちょっとセリオンズと当たると若干嬉しくなるみたいな話はありますね。個人的にはどうでしょう皆さん。プラネットファースファインダーさん、あんま強くないじゃん。そんなもんなのってことは手札誘発めっちゃ握ってるやつ。あー、なるほど。アルギロシステムどう。なんかセリオンズ墓地に送りたいんだけどまあこれは止めてこないな、さすがに。え？あー、まあでも確かにセリオンズはこれが初動になるからってことね。あー、なるほど。いやでもありがたいな、じゃあやったってことはなんか全部ダダ倒りするってことでしょ。アルギロシステム止めてくれるのクソありがてえ。ローンファイアブロッサム効果発動、ね、え、自分をリリースして植物族を出してくるという効果。おっと、何もチェーンがない。これはやりたい放題だ。マルデルですかね。マルデルちゃん爆誕させていく。効果発動、マルデルが特殊召喚に成功したのでデッキから植物族モンスターを1枚手札に何でも加えることができるというぶち壊れ効果。ロンファイアブロッサム効果発動、自分の墓地の植物族モンスターを装備しながら自身が特殊召喚できるという効果。はい。で、リリー・ボリアちゃんの効果を発動し、これワンキル取れるかな？もしかしたら。なんか結構展開力割とありそうだね。デューク・ユーをぶん投げながら、デューク・ユーぶん投げながら、リング持ってきます。で、リングからのレギュラス。これモンスターアホほど並ぶな。デッキから特定のカードを手札に加えていく。もちろんセリオンズキングレギュラスでだね。キングレギュラスくんの効果を発動し、自分の墓地のセリオンズデュークユールを装備しながら特殊召喚。ウェイホー。リンクリンクし
ったら展開伸びるかな。これリンクしたら展開伸びるか。これちょっと待って、キングレギュラス君リリースしはできないかもしんない大丈夫かな。アロマキサラフィージャスミン君、あでも一応あれか、パラレルエクシード来るからなんとかなるかな。パラレルエクシード特殊で効果、エクシード効果でエクシードを出してくるで、レベル4に対でオーバーレイエクシード召喚、あいけそうだな、大丈夫だ、リンク先出してんのこれ。はい、取れないね。このロリ出してで、ロリでロリリリースしてこれなんだっけ、これあ植物回収できるのか、これ強いな。これはボレア回収してで、アロマセラフィージャスミンティーの効果でストレナエちゃんをリリースしてボタン出してで、ボタン効果と、ストレナエの効果が発動する。ありえん展開力あんな立夏って。やっぱりこの手今最強かもしれんわ。ハイピルアルセイ、まあ、どっちでもあんま変わんない気がするけど、まあ、とりあえずアルセイ出しとくか。一応妨害になるし、妨害っていうか除去になるし。アルセイ行け。そしてエクシーサイ供給するぜ。さらにボタンの効果によって立夏絢爛を回収。さらに、アルセイの効果によりトップ、こんなものは入ってないカードを、入ってないカードを宣言すればいいから、バニーラって宣言したら絶対に当たると。でアルセイ君の効果、効果でデッキから墓地にカードが送られると相手のカードをバウンするぜ。消えろデッキの一番上、あー一番下かな。はい、で立夏絢爛を発動。やばい、残り60秒しかない展開力エグすぎて展開力エグすぎて、このデッキ何でもできすぎてビビるわ。でボタンちゃんリリースして、スノードロップを特殊召喚していきながらリリーボレアちゃんも特殊召喚していく。そしてレベル8のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れなさい立夏星ティアードロップ、爆弾効果増、相手のモンスターをリリース。さようなら。強くねこのデッキ俺に強くね。バトルえぐい展開力見せましたけども、はいはいはい。でこれ二除去かまして効果無効も構えられてるんでしょ、これ最強かよ。対戦ありがとうございました。あとティアードロップがエッチ、何回も言うけどバケモンみたいな展開力してるけど、ザコハンも来るからな。こう誘発そんないっぱい入ってないからよこのデッキ、まあ、そこが問題点だよな。共闘ウォーターフロント、やばすぎるカードさっちてんじゃん。想像の代行者ヴィーナス、やばい。なんかちょっとなんか怪獣くんサーチすんのやめて。これもしかしてリンク召喚稼ぎまくって共闘ウォーターフロントのカウンターをため、怪獣をサーチするなんていう最強のムーブをするんじゃないだろうないやなんかめちゃくちゃ言った通りになりそうめちゃくちゃ言った通りになりそうなのよ。あかんやつ来たー、あかんやつ来たわ。ちょカウンター5個はやばい、さすがに。しかも4枚もドローして、これ手札補充もできてるってか。共闘ウォーターフロントの効果やばい、モンスターサーチしてんじゃん。ちょ待って待って待って、やめよう。いやよくないよ、よくないよくないって、無理だってもうそれ石膏で立つと終わるんだって、世界が、世界終わるんだよ。そのモンスター石膏で立てられると癖すぎだろ、癖すぎだろ、癖すぎだろ。あいつあのガメラとかいうモンスター怪獣でもリリースできねえし、ガチでやばいわ。とりあえず一旦リンク召喚だけして人参墓地送るか、人参墓地送って、カウンターはまだたまんねえな。カウンターは5がマックスだ。あーどうみわ乗りやすパラエク効果発動
ぞ。ガメシエルカウンターちゃんがあと3個あと3個ね。あと3個のガメシエルカウンターをどうにかしろってこと無理じゃね。これなんとかなんねえかな。なんとかなんねえかな。なんとかなんねえか。なんとかなるわけないんだよな。ローンファイアブロッサムの効果発動。自分の植物属モンスターをリリースすることによりデッキから植物属を出す。あと許された。なるほど。許された。何？これはリリーボルや。特殊召喚してあれか。ワンあるか。ワンあるか。ワンあるか。リリーボリアの効果を起動して無効効果使わせてセリオンズを2回発動してぶん殴りに行けば超えられるな多分。これで無効にして除外はできないからこれ2回だろ。これいや無理だな。あれか今普通に打点高いやつ、あの打点高いやつ入ってんの、打点高い植物も入ってんの。ブルーズアイン効果、リリーボレアを装備したい。はい、これであといけるわ、いける、いけるぞ。デュークユールでデュークユール出してぶん殴りに行けばいける。まだいける、まだ参る。行こう、デュークユールの効果、デュークユールの効果を起動し。リリーウォレアを装備して特殊召喚。ああ。ちょ頭おかしいだろこのデッキ。ふざけんなよ。誰が勝てんねんこれ。コナミくんさ、ガメラの効果にターン1つけろや。なんでこいつターン1ねんだ、おかしいだろ。